もうディビジョンコラボ難しすぎるんだけど。敵は強いし、ギミックは多いし、マゾゲーすぎない？この私がクリアできなかったら誰がクリアできるってわけ？おう、ゲームで切れても大パンはいかんよ、RFB。クリアできないならネットで攻略方法調べればいいじゃん。自力でクリアしてこそのゲームでしょ。そもそもネットなんて嘘とマウントばかりで当てにならないし。お、情弱かな。昔の人の格言でもあるでしょ。嘘は嘘であると見抜ける人でないとネットを使うのは難しいって。そうは言うけどさ。まあまあ、ここはネット熟練の私に任せてよ。グリフィンタレコミ掲示板で聞いてみれば一発だって。クリアすると1000万もらえるらしいから攻略方法を教えてくれメンス。よし、これで送信っと。こうやって釣れば情報が集まるでしょう。この嘘が見抜けないやついないでしょう。ほらほら、めっちゃ情報集まってるじゃん。は？マジ？この司令部ネットリテラシーやばすぎない？まあいいや、早速攻略情報教えてよ。まず最初に、ディビジョンっていうのはパンデミックによって荒廃したニューヨークを舞台にしたオンライン RPG なんだって。そこで銃とかを使って戦うゲームって感じかな。実質ドルフロじゃん。実質ドルフロみたいなディビジョンと実質ディビジョンみたいなドルフロがコラボしたってことだね。そんなディビジョンコラボの新たな敵ユニットはなんと11種類。11種類もユニットが用意されてるなんて、今回も力入れてるね。そして今回のコラボでは限定戦術人形のエージェントベクターとエージェント416が手に入るから、これはマストで取っておきたいね、だって。へえ、なんでこんなにディビジョンコラボ頑張ってる私が限定戦術人形にならないのにこの2人が出てきたんだろう。何にせよ、エージェントベクターはステージクリア報酬、エージェント416はイベントショップでアイテムとの交換だから、ちゃんとやれば誰でも絶対手に入るってことだね。とりあえず初心者はエージェントベクターとエージェント416を目標にコラボを頑張れってことね。エージェント416のスキルはパッシブで8秒おきに体力が最も多い敵に1個粘着爆弾をつけるスキル。そしてアクティブスキルが発動すると粘着爆弾がついた敵の半径 1.5 ヤード内の敵にリンクダメージで火力の5倍の必中ダメージを与えることができる。へえ。粘着爆弾は最大3個までつけられるから、同じ敵についている場合は一度に15倍のダメージだね。さらに専用装備を2つ装備してるとセット効果が発動して、回線直後に自分の正面に粘着爆弾を3つ配置して敵が近づいたらスキルで与えられるダメージの 50% のダメージを与えられるよ。要は 2.5 倍かける個数のダメージ。専用装備が3つだとスキルと同じ分のダメージを設置した粘着爆弾からも与えられる上、爆発から5秒間範囲内の敵の命中と回避を 50% ダウンさせることができるよ。専用装備をつけるとセット効果付与っていうのは新しいシステムだね。そしてエージェントベクターのスキルは壁を作るスキル。耐久はエージェントベクターの最大体力の 15% 分で8秒しか持続しないけど、挑発効果もあるから舞台の耐久力が上がるスキルらしいね。エージェントベクターも専用装備でスキルが強化されて、専用装備2つだと自分と同じ列の味方の前にも壁を生成するようになるんだって。専用装備3つだと壁が破壊された後5秒間壁の後ろにいた人形の回避を 100% 上昇させて、さらに火ダメージを 20% 軽減してくれる耐久特化スキルだね。爆弾魔だった416はエージェント416でさらに爆弾魔に、放火魔だったベクターはエージェントベクターで耐久特化になるって感じか。今回から登場した専用装備とのセット効果は倉庫から装備を見て右下のセット確認から確認できるらしいよ。そしてもう一つ、ドルフロのコラボイベントといえばミニゲーム。
カクテル作りとか音ゲーとかいろいろあったけど、今回はどんなミニゲームなの？なんと今回はアクションゲーム。味方の人形を操作して敵の攻撃を遮蔽物で防ぎつつ、敵を攻撃してクリアしよう。敵の攻撃タイミングに合わせてどんなスキルを使うかが重要なんだって。ドルフロの話でこう言っちゃうのはあれだけど、本当の銃撃戦って感じのミニゲームだね。楽しみ。で、肝心な攻略方法は出てきたの？もちろん。まずはメインストーリー。そしてメインストーリーと同じ時間に他の戦術人形が何をしてたかが語られるサブストーリー。3つ目に周回専用の無限ステージ。ディビジョンコラボにはこの3つのステージがあるらしい。難易度も通常 EX が選べるらしいけど、 EX はいつも通りハードすぎるらしいね。ドルフロはまあ大体いつもそうだよね。で、周回専用の無限ステージって何？周回で無限？恐怖を感じる。無限ステージはプランモードを使って1ターンでクリアできる配置とマップになってるステージだね。名前だけ見ると病棟とか刑務所を想像するけど、むしろ優しいやつだよ。最近ドルフロ君こういうとこあるよね。これがイベント全体のマップ。上がメインストーリーで、下の色がついてる線がサブストーリーだよ。メインステージをクリアすることで次のメインストーリーと、クリアしたステージの無限ステージが解放されるんだって。で、このメインストーリーの隣にあるステージが無限ステージ。あれ？サブストーリーに私のストーリーもあるじゃん。当然活躍してるんだよね。まあそれは見てのお楽しみってことで。で、次に注意しなくちゃいけないのはギミックらしい。特に注意するべきなのは戦場の霧、任務目標の更新、複数の勝利条件、多層構造、友軍部隊の4つ。なぜコラボイベントで新しいギミックを4つも実装しちゃったのかな、ドルフロ君。まあ逆にいつも通りのドルフロ君らしくて安心するよね。あ、でギミックの紹介なんだけど、まず戦場の霧。スタート時点ではマップが全て見えるわけじゃなくて、特定の条件を満たすとマップの一部が追加で見えてくるというギミックだよ。へー。そして任務目標の更新も戦場の霧と似ていて、特定の条件を満たすと文字通り勝利条件が変わるってやつだね。複数の勝利条件から一つを選んで攻略する場合もあるらしい。どっちを選んでもクリアに影響はないけど、見られるイベントがちょこっと変わるよ。多層構造はマップに1階、2階という高さがあるんだけど、場面転換みたいなものだと思えばいいらしい。当然だけど階層が違っても同じく行動ポイントを消費するよ。で、友軍部隊とはマップに最初から配置されている部隊で、行動ポイントを消費して動かすことができるんだって。今まで行動の指針を指示していた味方部隊とはまた違う部隊なんだね。そしてもう一つ大切なのが、コラボマップ上でのみ使えるアイテムだね。メインストーリーステージのクリア、またはステージ上に落ちてる箱を回収することで、そこから3種類のアイテムのうちどれかが手に入るよ。手に入るアイテムは3種類あって、まずフラググレネード。隣接した敵に現状の体力の 20% プラス最大体力の 3% のダメージを与えられるけど、 EX の場合は現状体力の 8% プラス最大体力の 2% のダメージになるよ。もう一つがフラッシュバングレネード。隣接した敵の命中率を 70% 下げることができるけど、こちらは敵に重複して投げることができないから注意。へー。最後にタレット。空いているマスにタレットを設置すると、味方ターンの開始時に隣接マスにいる敵に残り体力の 10% のダメージを与えるよ。さらにタレットを設置したマスに敵が来ると爆発して敵の残り体力の 50% のダメージを与えるよ。ただし設置から2ターンまでしか効果がないのと、
EX だとダメージが半分になってしまうから注意だね。これらのアイテムは初心者がイベントを進める上でも役立つアイテムだから覚えておいた方がいいらしい。なるほど。 EX のヤバい敵はフラググレネードで削ればいいってことね。一度にフラググレネードを大量に投げて戦闘をせずに敵を消すこともできるんだって。特に EX の敵はフラググレネードで倒す方がいいらしい。大量にフラググレネードを投げると通常の難易度で10個、 EX で20個消費されるから、フラググレネードは余裕を持って500個くらいは持っておきたいねって書いてある。はぁ、500？ 正気を疑うんだけど。もちろん通常をクリアするだけならこんなにフラググレネードなくても大丈夫だから安心してね。しかも簡単なフラググレネードの集め方動画ももらったから大丈夫。マジで？ネットやるじゃん。ちょっと見せてよ。 EX ワンステージなんだけど、司令部近くにある箱からフラググレネードが10個手に入るからすぐ集まるらしい。へえ、そんな簡単な方法があったんだ。あれ？私そこのルートないんだけど。ああ、ここのルートを開けるには下準備が必要らしいね。まず司令部から左に動いて、さらに司令部に部隊を配置、さらに左に行くと霧が晴れるからそのまま左へ。ここには強敵がいるからルートを塞がれたらリトライもあり。攻略方法なのにリトライ推奨？倒して進めてもいいけど敵が固いっぽいのよ。でうまく切り抜けられたらこのマスを目指したいんだけど、この4マスも強い敵が巡回してるから遭遇しないように動こう。そして特定マスの占領、この2つのマスを占領してからメイン画面に戻ると実績がもらえて、次からショートカットが開通されるよ。ついでにアイテムの回収もしながら占領していこう。そうそう、こういう有益な攻略情報が欲しかったんだよ。これでフラググレネードを500個とか集めればいいんだね。あとは敵の倒し方とか投稿されてないの？ねー、お、あったあった。今回の敵は11種類いるってさっき言ったけど、注意するのはロバートとローグエージェントの2体。あー、こいつら厄介だよね。ロバートは体力が高くて火炎放射器での攻撃が厄介。ローグエージェントはバランスが取れたステータスと攻撃ターゲットに対して広範囲に及ぶ粘着爆弾が厄介だね。で、倒し方は？今回の敵は体力が高くて普通に殴り合うことになるから、挑発妖精とか先行手榴弾とかで攻撃を受けにくくする工夫があるといいかもね。だって。だったら体力が高い相手を想定した編成を組んでいこうかな。そしてボスとして出てくるファングとヘルファイアも注意だね。この2人なんか見覚えあるんだよな。まずヘルファイアから。1つ目のスキルは耐久力の高い壁を生成するスキル。壁自体は脅威でも何でもないんだけど、どんどん壁を作られるとヘルファイアにダメージが入らなくなるから注意。うわ。そしてもう一つは十字範囲に広がる持続ダメージを与える火炎弾を発射してくるよ。次にファング。ファングはスキルが3つあって、1つ目はタレットを一定時間ごとに設置するスキル。タレットを破壊しないとどんどんタレットが作られていくから早めに壊しておいた方がいいね。へー。次に粘着爆弾をターゲット1体に投げてくるスキル。最後に十字範囲にダメージを与える爆発物を投げてくるスキル。スキルが3つもあるけど頑張って倒そう。放火魔と爆弾魔ってことだね。最終ステージをクリアすると無限ステージが2つ解放されるんだけど、それぞれファングとヘルファイアが登場してきて、倒すと一定確率でエージェント416とエージェントベクターの専用装備を1種類だけドロップするから何回もこいつらと戦うことになるってことだね。ラスボスと何度も戦うんだね。
専用装備の無限ステージでのドロップはこんな感じでドロップする敵にマークがついてるからこいつを狙えば OK。 戦闘を S クリアすることで一定確率でドロップして一度獲得するとマークが消えるんだって。こっちからドロップするのはエージェントベクター専用装備オスプレイ45サイレンサー、こっちからはエージェント416専用装備英国4倍スコープがドロップだって。なるほどね。ちなみに今回の専用装備3種は通常の装備と強化に必要な要求値が同じらしいよ。へえ、いつも専用装備って育てるのにすごく苦労したけど、今回の専用装備は結構簡単に育てられるんだ。そして今回も当然限定復刻ドロップがあるよ。過去のイベントで取り逃した人はここでぜひ手に入れておきたいね。イベントショップではエージェント416の他に今回の限定人形の専用装備や宿舎で使えるアイテムももらえるから、なるべく集めておきたいね。育成に役立つアイテムもあるから初心者でも嬉しいね。イベントショップで必要なフェニックスクレジットは通常の無限ステージで6個、8個、10個 EX ステージで10個、12個、15個手に入るよ。1日の獲得上限は60個。ネットならさ、簡単な周回方法とかあるでしょ。うおー、ネットの力が分かってきたね。もちろんあるよ。4000駅の無限ステージは勝利条件が1ターン維持することだから、ダミー部隊を置いてターン終了するだけですぐに集めることができちゃうよ。これって過去一番楽な周回じゃない？最高じゃん。あとはイベント限定スキン、エージェント416とエージェントベクターにそれぞれ限定スキンがあるから、気になる人はぜひ入手してみてね。イケてる私服みたいな感じがいいね。ドルフロのコラボの復刻はなかなかないし、手に入れるなら今しかないね。あとはエージェント416、エージェントベクターに渡せるスキン以外に通常の416とベクターにファングとヘルファイアの立ち絵をスキンとして渡すこともできるよ。なるほど、これはどれも欲しいね。まあそれにしてもここまでうまく釣れると気持ちがいいね。ネットで攻略を聞くだけでこんなに情報が手に入るなんて知らなかったよ。でしょでしょ、ネットは嘘やマウントだけじゃないんだよ。うまく使うことが大事ってこと。そういえばファングとヘルファイアって突然現れたけど何があったんだろう。まあ完全に都市伝説級なんだけどさ、リーマっているじゃん。ああ、あの NPC ね。あれが実は NPC じゃなくて中の人がいるらしいんだよ。え、いきなり都市伝説の匂いがする。でね、しかもディーマが今回のボスのファングとヘルファイアに関係してるらしいんだよね。それはさすがに嘘でしょ。なんだろう、嘘つくのやめてもらっていいですかって感じだよね。まあ実際のところ何が真実なのかは自分で調べろってことね。とりあえず釣られてきた初心者でもかろうかな。ああ、ちなみにドールズフロントライン公式ツイッターをフォローして、この後投稿されるツイートをリツイートするといろいろなグッズやアイテムが抽選で当たるよ。ダイヤとかぜひ欲しいね。というわけでみんなもディビジョンコラボ頑張ろうね。